参議院議員通常選挙とは国会議員のうち参議院議員を選ぶための日本の選挙である。参議院議員の任期は6年で3年ごとに半数を改選する。なお参議院議員通常選挙は任期満了による3年ごとの選挙のみを指し、これ以外の再選挙や補欠選挙は通常選挙には含まれない。参議院も衆議院と同様に 全国民を代表する選挙された議員で組織される。通常、参議院議員通常選挙は、任期満了の日の全30日以内に行われる。しかし通常、選挙を行うべき期間が参議院、開会中、または、参議院閉会の日から23日以内にかかる場合、参議院閉会の日から24日以後30日以内に行うため、任期満了後に行われる場合もある。 参議院議員通常選挙は、全国規模の国政選挙ではあるが、総議員を一斉に選出するわけではなく、半数改選であるから、総選挙とは呼ばず、公職選挙法32条では3年ごとの参議院議員選挙を通常選挙と呼んでいる。選挙対象の参議院議員のことを改選議員、選挙対象外の参議院議員を非改選議員と呼ぶ。公職選挙法により、 参議院議員通常選挙の期日は少なくとも17日前に公示しなければならないとされている。選挙は投票により行う。参議院議員の選挙においては、選挙区選出議員及び比例代表選出議員ごとに1人1票を投票する。参議院議員通常選挙の選挙事務の管理については、特別の定めがある場合を除くほか、選挙区選出議員の選挙については、 都道府県の選挙管理委員会が管理し、比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会が管理する。選挙権、非選挙権、選挙方式の詳細については、次節以下参照。参議院議員通常選挙が行われている時期に、衆議院が解散されて、衆議院議員総選挙が行われることになった場合は、 衆議院選挙と参議院選挙の両方の選挙を同時に行う。選挙された参議院議員の任期は6年である。参議院議員の任期は前の通常選挙による参議院議員の任期満了の日の翌日から起算する。ただし、通常選挙が前の通常選挙による参議院議員の任期満了の日の翌日後に行われた時は通常選挙の期日から起算する。 参議院議員通常選挙が行われたときは、その任期が始まる日から30日以内に臨時会を招集しなければならない。ただしその期間内に上会や特別会が招集された場合、またはその期間が任期満了による衆議院議員総選挙を行うべき期間にかかる場合はこの限りでない ?1947 年に第1回選挙が行われ、 以降3年ごとに行われており、1956年以降は6月、または7月に投票日が設定されている。参議院議員及びその選挙人の資格は法律で定められる。2019年現在の定数、147人、有権者数の比較2019年現在の定数、98人1票の格差の判断について最高裁判例では、 一い不平等状態の有無その状態が相当期間継続しているかの可否を判断基準とし、1に定職している場合には、意見状態、1と2の双方に定職していれば、意見として結論を導いており、意見判決を取る場合には選挙の効力について、さらに判断を行う。略して、三人選とも呼ばれる、マッカーサー草案では一員制の、 国会を定めていたため祖語はなかったが、日本側で人性に修正した際、当該規定は改められなかった。一人の任期は1974年7月7日まで、もう一人の任期は1971年7月3日まで。ありがとうございます。